いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちら窯業系サイディング、はい、金物止め工法の現場で今コーキングのね打ち替えをこちらするので、コーキングをね撤去したのですが、はい、撤去したところこんな感じでねバフバフということで、はいね、サイディングはね、はい、今455号のサイディングが真ん中辺がちょっと外にね絡んでるということで、ちょっとね金物のここもねちょっとまあ緩んでるのかなというのもありますが、まあ、サイディング自体がちょっと絡んでるということなんでね、この状態で今コーキングを打ってしまうとまた同じように、まあ、コーキングね切れてしまうということになる可能性がね大いにあるんで、ちょっとねはい、要所要所固定していきたいと思います、ね、下の方からもずっとね今回今作業しております、はいね、やり終わったら、ビスのね頭もコーキングというかあの塗装ですね、そちらもしていきたいと思います。ではねここにジョイントがありまして、でここなんで、まあ、ちょうどねこの辺が真ん中ということで、はい、こちら大西工業さんの六角軸ドリルカッターですかね、はい、さら切りもできるやつで、ね、こちら先端も先ほどからサイディングね相当切ってますんで、ちょっとこんな感じでね、はい、だいぶ切れ味悪くなってます。はいね、これこちら上もそうなんで、上もね同時に今続けてやっていきましょう。はい、ちょっとね立っていきましょうか。はいね、こんな感じでさら切りも同時にいきます、ね、ここでやらないのはちょっとこのね、はい、スター M さんの、はい、このドリルストッパーがちょうどねここに当たる可能性があるんで、まあこういうねちょっとかわしていくと作業しやすいのかなということで、はいね、はい、では使うビスなんですが、こちらに、ね、もうすでに用意されてまして、はい、38ミリのステンレスフレキビス、ね、コーススレッドですね、こちら38、全長がですね38、首下が35ぐらいということになってます。はい、ではねやる前にちょっとね塗装が塗りやすいようにこちら、はいね、ペーパーでビスの頭を少し削ってあげましょう、ね、こちら60番のはい、粗めということでね、スポンジがついたこのペーパー、ね、こんな感じで、これね、リングスターさんのスーパーバスケットのね、中タイプなんですけれども、まあ、こちら、ビスも入れるケースということで、ここにね、挟み込んでやってるので、まあ、ペーパーをね、こうやっていち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 当てる必要がないので、はい、いいですね、こんな感じでね、このビスのね、この十字のところしっかり、はい、ね、削ってあげることで塗装のノリが良くなるだろうということで、はいね、今下やりまして、はいね、ちょっとしっかり固定されているように思いますが、ちょっとどうでしょうかな、ちょっともう少し、はいね、今ねドンドンってちょっと鳴ってるのを防止したいんですが、はい、やはりねこうはらんでる状態なんで、ね、こう押し込んでいくとどん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 入ってきますね。ここももう一度、はいね、あんまりやりすぎると割れちゃうんで、はい、いいですね。もうまあ先ほどのねボン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 言ってるのが止まりました。はい、ではねこちら色塗っていきますけれどもね、こちらの外壁に合わせて色を作りましたね。で、ね、色の塗り方なんですが、普通だったらね、まあ、一応ねこんな感じでは用意してるんですが、はい、どこでしょうかね、こんな感じでね、で本来はね、まあ、筆とか、綿棒とかでちょんちょんってやろうかなと思ったんですが、それをやるとねどうしてもこの十字の部分に色塗料が入っていかないので、ね、私考えました、こちらね、まあ、油差し、こちらに塗料を入れてこんな感じで先にね十字の中に塗料を流し込みます。そしてね上の方に水がねちょっとね入らないように少し塗料を塗ったくって、はいね、ぐるっと、はい
ょっとね、若干今の外壁よりかは色が、ね、薄いかなと思うんですが、はいね、まあ、こういう部分はなかなか合ってるのかなということでね、どうしても、濃い部分と薄い部分があるんで、どこのね場所に合わせて色を作るかというところなんで、まあ、もう当然ねこちらのサイディング、はい、ね、当時は久保田さんのやつですかね、まあ、今じゃケイミューさんですけども、そちらのサイディングの、まあ、品番はねもう廃盤になってますから、当然こちらのね色もありませんので、自分でね作るしかないよということで、こちらね、はい、どうでしょうね、先ほどのねまたつきなくなりましたけど、ここはここでねこんな感じで、やはり2ミリぐらいね両方、まあ当然バタついてるのと、これだけね、はい、コーキングの幅が普通だったら10ミリとか15なんですけど、21もありますんで、サイディングがねちょっとやはりこうずれてしまってるのかなというふうにね、こちらの方上の方を見るとね、こちらも5ミリぐらいこちら寄ってますんでね、この部分に関しても、はい、ね、しっかり固定していきたいんで、引き続きねここの部分、はい、ね、同じように、はい、あんまりねこれ押しすぎると、このたまにこのね紐ネジがちょっとね緩んでしまう時があるんで、はいね、音を聞き分けながら、はいね、こんな感じで、はい、しっかり皿切り しながら、はいね、ここがジョイントなんで、じゃあこの辺がいいでしょうと、はいね、だいぶこのインパクト少し電池がなくなったんでしょうかね、ちょっとね、はい、今ね合計今4本打ちましたけど、こちらね、はい、まあ、電池を取り替える方がいいかな、こんな感じで一回ね、ちょっとバッテリーね、牧田さんのこのペインインパクトなんですが、ね、今これちょっとね、まあ、今ねもう打つのは終わりましたんで、とりあえず、はい、4本またね打っていきましょう、はいね、同じようにね、はい、このね頭色が乗るように、はいね、こんな感じで傷つけてあげますね、これはちょっとね気休めみたいなもんですけど、まあやるのとやらないのとじゃちょっとね違うのかなというのと、あとね、だし油ですね、そちらもね本来ならばちょっとね拭き取りとかしてあげてもいいんでしょうけども、まあ、そこまではしなくていいのかなと、まあ、今のね、ペーパーヤスリで十分かなと、はい、ということでね、こんな感じで、はい、どうでしょうか、ね、この辺もねどうしてもちょっと、まあ、はらんでるのかなということで、まあ、今目下のねやらなきゃいけないのはこの目地のねこの動きがなくなるようにということで、はいね、最後にね、はい、しっかりこれ取るよ、はいね、まずね十字の中に塗料を流し込んで、はいね、ぐるーっと回しながら、はいね、これね後でまたコーキングが終わって、はいね、テープと当然貼るときに、まあ、引っかかったりして塗料がね剥げてしまう可能性もなきにしもあらずなんで、こちら、まあ、当然これ今十字の中に塗料を流し込んで、ね、痩せていくと、また十字の中こちらねまたあの塗料を流し込んで、はいね、こうやってねしっかり注入して、でぐるーっと回して、ね、こっからまあ水が入らないようにと、まあ、コーキングのね、まあような、性能というかねそういうのはないですけど、まあ、このどうでしょうね、綺麗ですよね、はい、ということで、また後で痩せたら、こちら、しっかり、ね、塗装、なんかチェックしていきたいなと思います。はい、ということで、まだまだね、やる部分は、こちらあるんですが、はい、ね、こんな感じで、どん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 引き続き、ね、こういうところは、しっかりしてると思うんですが、ね、この辺はちょっとやはり、やった方がいいのかなと思います。はい、ということで、ね、今外壁がねちょっとバタつくんで、しっかりと
はいね、固定をしていってますと。今現在、ね、ビスこちらねやるときに150本あってね、昨日は80本処理してますんで、およそまあ200本は以上はあるのかなというところでやってます。はい、では以上、ご視聴ありがとうございました。